今現状参政党のことについてちょっと3人にご意見聞きたいんですけど、知り合いもちょっと党員を少し地方でやってる時があって騙されたって言ってすごい怒ってまして、武田先生なんか特になんか推してたみたいで存外な扱いをして、まず立花さんみたいにまず党の代表を辞めるのは最低限だし、最低限のこともできない上でなんかごちゃごちゃとやっていて嘘をついてルフしてやってる声も自分もちょっと聞いてひどいなとは思うんですけど、まあ、立花さんがおっしゃってたようにその規約 の, そのボードメンバーしか決められないっていうことを国民を騙してたじゃないですか。あの事実は結構ひどいなっていう、まあ、最初の選挙前の時は違かったんですよ。みんな一緒に決めますって嘘をついてたんですけど、いや、これは僕は ずっとというか、まあ、まだ公にしてないですけど、あえて公にしますけど、参政党乗っ取ってやろうと思ってます。これはもう、乗っ取ってやろうと思ってます。それは救わなきゃいけないですからね。これは、じゃあ乗っ取るって言って、じゃあ何か、まさにね、乗っ取りが悪いのかって、それなくて、まあ、今ご存じの通り、私はもう昨年からおかしいということで、彼とも、神谷君とも直接話したときに、こいつやっぱ怪しすぎるなと。参政党と言いながら1000円の会費と月4000円の会費の違いすら述べれない。間違いがあったら返金すると言ったり、いや、そうは返金しないとか言ったりしてたわけですよね。これはもう相当やばいやつだなっていうのはあの時に感じたんで、僕は参政党に被害者集めたんですね。現状、参政党に被害者が集まって、原告16人か18人か原告なくしてやっておりますよね。さらに進んでます。で、もう賛成とかすごくおかしなところの組織であるっていうのはもう裁判所も理解していただいてきてて、そのいわゆる武田先生の YouTube なんかも全部証拠として VTR を出している状態で、もちろんこれまで騙したお金、いわゆる明らかに騙そうとしたことは間違いないんですよ。結果騙したじゃなくてね、賛成させるつもりはなかったわけですよ。だから規約とかも隠してたんで、これまで向こうがガードが固かったんですけど、これガードが空いていくと思うんですよ。そうすると、集めたお金を返金するだけじゃなくて、騙したとなると、慰謝料、損害賠償請求まで来るので、まあ、それをこれから参政党の被害者を集めていって、で破産状態に追い込んで吸収してやろうぐらいの感じです。こちらから債権者さんの申し立てまでしようというイメージができてますけど、はい、ありがとうございます。それぐらいしないと、気の毒だと思うので、僕はそれぐらいの思いで、参政党を乗っ取ってやろうと思います。だって、明確に言ってるんですか、あそこに全部流して。で僕は東京地検の取り調べを受けたわけですからね。でも僕はそれだけ調べてるので、これから参政とかどうなっていくのかって言ったら、お金をとにかく彼たちに渡した人たちがいっぱいいるわけ、被害者からですよね。この人たちに返金していかなきゃいけないんです。でも返金していくなったら当然債務超過になっていくんで、お金がもう払えないっていう状態になれば、まあ、倒産状態になるというか、そういうところまで持っていって、あと吸収合併するっていうのが一番いいと思う。ありがとうございます。あと東京の23区以外のところで、自分もたまたま参政党の候補者の方がいたんで、そのやっぱ地方のこととか言ったら、ちょっとそれ本当困ってますって言って、ちょっと名前が出せないんですけど、言ってる方がやっぱり3名以上いらっしゃって、候補者で、そういう方も例えば立花さんのところに相談に来たら、政治関係を確認する必要があると思うんですけど、だから明らかに悪いな、神谷総平一人なんです。これはもう明らかなんですよ。もう最初からあれ、他のボードメンバーにも切ろうとして計画的にやってるんですよね。どう考えてもそうです。それはもうこれから明らかになってくるんですよ。だってそうじゃなければ彼僕との対談を受けるじゃないですか。僕はだから前回2ヶ月ぐらい前から彼のお金乗り込んだのも、あんな別にパフォーマンスやってるわけじゃなくて最後のチャンスを彼に与えただけで、でも今どんどん彼のやってきたもう内部の情報がこれからもう出てくるわけ。そうすると騙しに行ったのか、結果騙すことになったのかってこれから出てくるわけですよ。明らかに騙しに行ったっていうことですので、そうすると詐欺とか民事上の詐欺とかが立証できるとなると、払ったお金だけじゃなくて時間とかに対しての、損害賠償請求っていうのができてくると厳しくなるわけですよ。ただ地方議員が100人以上いらっしゃるので、まあ、そういう人たちが真面目にやろうとしていることを作っていきたいなと思ってるんで、僕はもう何言ってるって言われるかもしれませんけど、さっき言っておきます。乗っ取ります。ありがとうございます。